いいよ。岩倉智美は法政フックの大ゴールわかるかな、こうなんですか、そうだしよいしょー、はい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 、朝起きようとしたら無理だった。
行ってきます。行きます。あーもうわかんねえ。わかったわかった。あーもう。今日2年中心でできる練習なんで、まあ、ここ意識高くやっていかないと、まあ、チームも良くなれないと思うんで、やっぱ高い位置目指してる自分たちは、まあ、ここ元気にやっていかないといけないんで、今日も一日元気にやっていきましょう。センター。うちはスポーツコースというのがあって、その競技にこうすごく時間を費やせる、情熱を注げるというコース設定もしていただいてますし、それだけ時間もいただいてて、基本的に希望してくれてる子たちがすごく多くて、中学時代にたくさん声かかったりとかして迷ってる中でもこう関東一高って言ってくれる子たちがほとんどで、まあその中で3年間で、野球が終わるわけじゃないので、確かに高校野球という華やかな甲子園という場所に進めていい思いができればいいんですけど、そればかりは相手もあることなので、いけないこともあって、ただそれが失敗でも全くないので、次の進路でもこう野球を続けたい、大きくなってもし自分がこう結婚して子供を授かった時にまたこう野球というスポーツに
向いてくれればいいなと思いますし、その中でこの3年間ここで頑張ったんだっていう風な思いを持ってくれればなとは思います。じゃあ、ありがとうございました。よいしょ。じゃあ一箇所できるんで、まあ装備とかしっかり意識してゲーム逃げていきましょう。出たまあ、本当に彼らこの野球で小さい頃からやってきた野球で高校の中で勝負したいという子たちの集まりなのかなというのがうちの特徴なのかなとは思います。まあ彼らがいなかったら僕は甲子園も行けないですし、彼らがいて僕がいるのであって、よく彼らにも夏の大会前言うんですけど、最後決めるのは君たちなんでっていう話をよくして、僕自身やっぱりこう長く少し長めに監督というものをやらせていただいてますけど、やっぱり彼らの邪魔をしないようにすごく思いますので、彼らの一番 100% の力をこの最後の夏に、3年の夏に出せるように、僕の選択で彼らがこう負けてしまうということがないように準備して、ただ負けた時はやっぱりこちらの責任であって、そのことも彼らに伝えて、まあもう本当に彼らと運命共同体というか、一緒にお互いの運を掴んで甲子園行こうなんて話をよく3年夏なんかにはしますけど。ショート、ショート、ショート。コロナ期間入ってからやっぱ自主練っていうところに目を向けるようになって、そっからやっぱ自分たちで考えてやらないと、その伸びるところも伸びないと思うんです。多分そういう部分で自主練の時間が多くなったのかなというふうに思います。まあ、でも自分の好きなことを集中的にできるんで、そういう部分でやっぱ苦手なところも伸びるのかなというふうには思います。みんなが言ってるのはやっぱ自分たちは全国制覇を目標にしてるんで、これ東東京でやるのはまあ通過点でしかないんで、そこはしっかり勝ち上がっていかないとねっていうふうな話はしてます。元気だったりとか明るさはどこにも負けないとは思います。ユージお疲れ様。
任せとんぼ。え？下から。取り置いたじゃん。追い返す。Just enough glow from the streetlight hitting your face just by letting you see how you could not hide what we both didn't say. Our eyes were both on the same page. よし、 8.11 っす。行く。え？寮とグラウンドが隣接してて、みんないる時間が、一緒にいる時間がすごく長いんで、大家族みたいで、すごく楽しいです。グラウンドで見せないような振る舞いとかを寮内ではしてます。あ、マジで。マジでやだ。まあ、学年関係なく、みんな仲いいんですけど、その最低限の上下関係は保っているようにしてます。SNS が禁止で、まあ、TikTok と Instagram とあと X も禁止で、であと朝学校行くときにコンビニが行けるんで、まあ、朝だけはそのコンビニは行けません。何番2時最近ハマってることが、朝早く起きて、朝風呂で冷たい水浴びてコールドシャワーすることです。みんなで浴びよう。コールドシャワー。僕たちは4人1部屋で生活しています。
学年はミックスです。一人一つ勉強机とベッドがあります。よし、消すよ。OK。Hey! Hey! 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 H